八幡神社は神奈川県足柄下郡湯河原長城堀にある神社。旧社家具は孫社。1108年創立と伝えられるが、その他の古い出来事については明らかでない。境内に2つある鳥居のうち、古い方には上京を4年堤防9月とある。また、胸札によって1852年には、 改築されていることが分かり、胸札の牧書から立正山田宮と呼ばれていたことが分かる。1873年7月30日に尊者となる。1931年7月に境内の拡張があり、これに合わせて社殿は草吹きであったものを亜鉛板吹きとした。また、同年11月13日に新鮮兵白陵とも新神社に指定された。 1960年9月には社殿を瓦原吹きとした。1967年5月には新しい鳥居が追加された。現在は御所神社の兼務神社となっている。拝殿より見たくすのき1930年発行の湘南伊佐との史跡を訪ねてには、境内は数百年を経た老中鬱葬として神錆び、絵も言われない、湯をも向きある地である。と紹介されており、 この、老辞の一つが、神社の石段の右手にある、推定年齢600年の木として、現在も残っており、うぶすなやわた神社のくすの木として1997年5月1日に、湯河原町指定の天然記念物に指定された。ありがとうございます。